萩原舞子の背中を、突倒して、そして安定したところに向かっての走行を行いました。皆さん、感想を聞かせてください。あ、すごく途中で詰められたんでダメかなと思ったんですけど、あの、今までやってきたこととか仲間と監督とみんな信じて頑張って、なんとか逃げ切れてよかったです。なるほど。もう最初から行くつもりだった？いや、なんか最初誰もついてこなかったんで、そのまま行こうと思って、はい、自信があったんで、そのままアタックっていうよりもちょっとフェイントみたいな感じで行きました。はい。去年萩原さんらしくない走りがあって、はい、それもちょっと頭にあった？そうですね、去年はちょっとビビってしまったのと、はい、自分を信じれなかったのがあって、はい、どんどん焦って、はいはい、自分の負けパターンに自分で持ってた試合だったので、はい、今年は良かったです。なるほど、はい、今日の走り、はい、自分に点をつけるとしたら何点？最後垂れたんで、半分ぐらい欲しい最後足つってしまって、やっぱり、はい、これで後ろ強い人に追いつかれてたら、はい、ダメだったと思って。なるほど。 100% 満足じゃない？満足じゃないです。あんた、とりあえずこれ勝ったんで、もう一回練習やり直して、うん、もっと強くなりたいと思います。わかりました。おめでとうございました。ありがとうございました。はい。